情報漏洩かファブリーズ CM が平野市用から道江春雄に交代流出疑惑の社外非カタログ。今年5月22日にジャニーズ事務所を退除し、7月7日に滝沢秀明氏の新会社、とべ、への合流を発表した元キングプリンス以下、キンプリの平野市用。一般的に、タレントが事務所を辞めた場合、 契約期間にかかわらず、起用されている CM はすべて打ち切りになるもの。平野から道へに交代の証拠と、は、しかし平野が同社在籍中に広告契約を結んだ P&G の除菌消臭スプレー、パブリンズの CM は今なお放送されているという。 しかし、現在 SNS では、まもなく平野に変わり、何は男子道江俊優が同 CM に出演するという会情報が駆け巡っている。2022年7月から、パブリンズの CM キャラクターに起用された平野。現在放送中なのは、松岡修造と共に出演する、パブリンズ即完ジェットの CM で、YouTube の P&G 公式ファブリーズチャンネルでも複数本の CM 動画がアップされている。P&G は外資系企業だけにジャニーズ事務所に忖度することなく当初結んでいた契約期間いっぱいまで CM を流し続けるものと見られています。 平野さんのファンが P&G のこうした対応に感謝しているようで、SNS にはファブリーズの購入報告も多数見受けられる状況です。芸能記者。ところがここ最近、SNS 上では、ファブリーズの C、M、キャラクターが平野から道へに変わるのではないかという疑惑が囁かれている。 とあるキンプリファンが入手した P&G のカタログに道江さんが映っていると発信したんです。平野さんはパブリーズ CM に白いシャツアニいエプロン姿で登場しているのですが、道江さんも同じ格好をしていたとのこと。しかもこのファンはカタログにパブリーズ速乾ジェットのあるコールバーが新発売されると書いてあることも暴露しています。 このファンはもともと SNS のフォロワーからこの情報を教えてもらったそう。証拠をくださいと伝えると、P&G 関係者からもらったという社外費のカタログの写真が送られてきたと言います。前どう。金プリファンの中には、ジャニーズ事務所にグループが分裂させられたと捉え、同社に恨みを抱いている人が少なからずいる。 もし本当に CM キャラクターが平野から道へに変わった場合、平野の仕事をジャニーズに奪われた格好になるだけに、一部の金プリファンは、憤りを覚えるだろう。P&G からの正式回答、実際、この会情報をうのみにして、SNS 上の金プリファンの間には波紋が広がっており、情報源の人物は早くも、不敗運動を開始。 と息いいているんですもしこれが事実だとすれば、P&G が情報漏えいをしたことになり、大問題に発展しかねませんし、もし嘘だとしても、情報発信者は虚偽の内容を SNS で拡散し、不買を煽ったことになりますから、これもまた大問題。どちらに転んでも、平野さんの足を引っ張ることにしかならないと思うのですが、前どう、SNS 上では、 こうした一部金プリファンの暴走に、避難の声を上げたり、呆れた声を漏らすジャニーズファンも見受けられる、前道、という。こうした事態を受け、週刊女性プライムが、が、P&G に対し、パブリーズの C、M、キャラクターが平野から道へに変更されることは事実か情報漏えいの事実はあるのか、といった内容を問い合わせたところ、以下のような回答を得た。 機密保持の観点から社外関係各所との現状もしくは今後の契約関してはコメントを控えさせていただきたくご理解のほどよろしくお願いいたします。平野が飛べ合流後新規 CM 契約を結んだといった話はまだ聞こえてこないがファンの暴走がスポンサー企業の平野企業を敬遠させるきっかけにならないことを祈りたい。